イギリス南アフリカ会社は南部アフリカ地域の貿易を目的に設立されたイギリスの国策会社。イギリス東インド会社をモデルとし、イギリスの政治家セシル・ローズによって中央探究協会と探検会社の合併によって直居状を受け1889年に設立。ローズはアフリカ分割の一部として南部アフリカから中央アフリカ地域の植民地経営と 経済的搾取を進めることを目的とした。会社は1894年には南東アフリカ地域の広大な土地を参加に収め、セシル・ローズの名にちなんでローデシア植民地と命名した。1899年、セシルは自らの手によるマショナランド鉄道とローデシア鉄道を合わせてローデシア鉄道トラストを蘇生した。イギリス南アフリカ会社はトラスト株式の 約85%を所有した。このトラストはすべての鉱山利権をカ付する当局でもあった。1964年には鉱山採掘権をザンビアに譲渡せざるを得ず、その翌年、イギリス南アフリカ会社は中央工業投資会社及び連結工業選択会社と合併し、アングロアメリカン社がその約1、3の株式を所有するチャーターコンソリデーテッド社と、 なった。ありがとうございます。